バーレスクの広告アメリカンバーレスクはバラエティショーのジャンルの一種で主にストリップティーズやコメディアンによるお笑いなどを組み合わせたショーを指す。ビクトリア町のバーレスク、ミュージックホール、ミンストレルショーなどから様々な要素を受け継いだアメリカ式のバーレスクは1860年代から人気を博し、下ネタジョークなどのわい雑なコメディと女性のストリップティーズを特徴とする。 エンターテイメント形態に発展した。20世紀初頭までにアメリカのバーレスクはストリップティーズとコメディをもとに風刺、パフォーマンスアート、ミュージックホール、成人向けエンターテイメントなど雑多なものを組み合わせた大衆的なショーとして上演されるようになった。この娯楽はキャバレー、クラブ、ミュージックホール、劇場などでよく上演された。 1930年代から1940年代にかけてバーレスクを上演する劇場や雑誌は女の子と冗談やお嬢さんとお笑いなどというキャッチフレーズを使ってこうした場所にお客を呼び込もうとしていたパフォーマーの多くは女性だったが豪華で色鮮やかな衣類を着込み雰囲気のある音楽や劇的な照明を備えた活人画などを舞台にかけていた こうしたパフォーマンスの印象を強めるため、皮膚気やコントーションなどチンキな芸が披露されることもあった。バーレスクというジャンルは、伝統的に雑多な芸能を含むものであり、ストリップティーズアーティストに加えて、シャンソン歌手やコメディアン、マイムのアーティスト、女性ダンサーなどが入り混じって登場し、いずれも風刺的なスタイルで芸を披露していた。バーレスクの構成要素であるストリップティーズは、 地域によって徹底的な法的規制を受けることもあり、このため、検閲当局と衝突しないように観客を、やんわりと刺激する、舞台芸術へと発展していった。バーレスクは1940年代初めから徐々に人気を失っていった。1930年代から60年代にかけて、ハリウッドには、バーレスクの心意気を懐かしむことで、この娯楽分野への、ノスタルジアをかきたて、 利益を上げようとするプロデューサーが多数いた。バーレスクという言葉は、より一般的な意味では、真面目な作品の様式や精神を風刺したり、そうした作品で取り上げられるような主題をバカバカしく、扱ったりすることで笑いを取ろうとする文学、演劇、音楽の作品を指して使われる。19世紀を通して、文学や演劇におけるバーレスクは特定の作家や芸術家をと、 拍子もない描き方でごたまぜに、組み合わせて模倣したり、いろいろなスタイルを真似したりすることにより、意図的に滑稽な作品を作るというものであった。バーレスクが狙った効果を上げるためには、読者や聞き手が取り上げられる主題を知っている必要があり、高いレベルの知識が当然の前提とされていた。ビクトリア・朝バーレスクの女王、リディア・トンプソン ビクトリア朝のバーレスクは時としてトラベスティやエクストラバガンザなどと呼ばれることもあり、1830年代から1890年代にかけてロンドンの劇場で人気を博した。この頃のバーレスクはパロディ音楽劇であり、よく知られているオペラ、戯曲、バレエなどが露骨で喜劇的な演目に本案される。大体は音楽劇で際どいスタイルのものであり、 原作の演劇的、音楽的な伝統や様式を調笑し、原点のテクストや音楽を引用したり、パスティージュ風にも奉したりしていた。リアルで歴史的な衣類やセットが役者が行う現代的な行動と併地されることで古典的主題の場違いさやバカバカしさが浮かび上がり、そこから喜劇としての笑いが生まれるというような演目がしばしば上演された。会話は一般的に 王院二行連句で書かれ、下手くそなシャレがたっぷり散りばめられていた。典型例として、ウィリアム・シェイクスピアのマクベスのバーレスク作品に出てくるシャレが挙げられる。マクベスとバンク王が傘を差しているところに、魔女たちが、万歳、万歳、万歳、と挨拶し、マクベスがバンク王に、あの挨拶はどういう意味かな、高貴な領主よ。 と尋ねると、ヘイルが降ったらあなたのレインが来るってことですよと言われる。劇場で上演されるバーレスク演目の定番は、ズボン役で登場する魅力的な女性であり、タイツを履いて足を見せるところまではするものの、演目自体は多少際どいという程度のもので、そこまで過激になることはあまりなかった。1860年代、イギリスのリディア・トンプソンが、 ブリティッシュブロンズ一座を率いて、アメリカでビクトリア朝のバーレスクを披露し、知名度が上昇した。時が経つにつれて、バーレスク賞はダンス、歌、基地に富んだジョーク、政治批評などを含むものになっていった。19世紀のバーレスクにおいてはパフォーマーがかなり自由にパフォーマンスを作ることができたので、中には筋の通った物語を全く作ろうとしないようなパフォーマーもいた。 1869年以降、バーレスクは急速に人気を博すようになり、1870年から1940年の間にアメリカのすべての州をバーレスクの一座が訪問した。この時代はボードビルの一座もまだツアーを行っており、ショーの一つとしてバーレスクを入れるようになった。ボードビルのショーでは観客の前でライブパフォーマンスを行うべくバーレスクを含む 様々な芸人たちが一緒に旅をした。1920年代から1930年代にかけて街に映画館ができるようになったためボードビルの人気は次第に衰えたがバーレスクパフォーマーは活動を続けていた。ボードビルの終演の後、バーレスクはパフォーマーがグラマラスなガウンや手袋、帽子などを着用して行う洗練されたストリップティーズのショーへと発展した。 20世紀初頭には、バーレスクは大きな街にあるクラブなどで上演されるようになった。アメリカンバーレスクの、ベンハーアメリカンバーレスクの主要な影響源としては、ビクトリアンバーレスク、客船日が売り物のレビューである、レックショー、ミンストレルショーの3つが挙げられる。英国式のバーレスクは1840年代には、すでにニューヨークで上演され、成功を収めていた。 リディア・トンプソン率いるブリティッシュブロンズ一座は1868年にアメリカで初めて上演を行い大きな人気を博した。ミュージカルエクストラバーガンザであるザ・ブラック・クルックのようなレッグショーも同時期に成功していた。すぐにミンストレルショーも影響力を持つようになった。アメリカ最初のバーレスク一座の一つである。 レンツサントリーノベルティバーレスクカンパニーは1870年にマイケル・ B ・レイビットが立ち上げたもので、レイビットはこれより前にミンストレルショーの女性版であるマダム・レンツ・フィメール・ミンストレルズを作っていた。アメリカン・バーレスクはすぐにミンストレルショーの三部構成形式を導入するようになった。第一部は女性の一団が演じる歌や踊りで、男性のコメディアンによる下世話なコメディも間に入る。 第2部は様々な短い特殊演技、雑芸で女性は登場しない。最後はグランドフィナーレがある。時としてショーの後にボクシングやレスリングの試合が行われることもある。ジップシー・ローズリー元来、バーレスクパフォーマーはオペラ、シェイクスピア劇、クラシックバレエなどのハイアートや上流階級を明てこするような面白おかしいコントをショーに組み込んでいた。バーレスクというジャンルは ボードビルと並行して発達したものであり、巡業公演でも競争があった。おそらくは上流階級と仮想階級の間にある歴史的、社会的な緊張関係ゆえに、アメリカンバーレスクにおける笑いは主に庶民的で、猥雑な主題に焦点を当てるようになった。1937年に EW サージェントはバラエティ誌において、バーレスクは融通の利くものだ。 おそらくは他のどんな舞台芸能よりもそうだろうと述べ、バーレスクパフォーマーは決まった方法でパフォーマンスをしなくて良いということを指摘した。つまりパフォーマーはやりたいように演目を作ることができた。1880年代までにアメリカンバーレスクにおいて4つの特徴的な要素が発展し、はっきり見て取れるようになった。その4要素とは、 しばしば女性の体を強調するような最低限の衣類、性的に思わせぶりな会話、ダンスプロット、演出、複雑さはないがシャレが散りばめられた機敏なユーモア、全体のプロットの一貫性にあまり重きを置かない、短いショーやコントである。芸術家、作家のジェローム・マイヤーズは、1900年代初頭のニューヨークでワーキングクラスの人々が住む地域で見たバーレスクの様子について、 観客の真摯さに感銘を受けたと書き記している。ファンダンスで有名なサリーランド。チャーリー・チャップリンは1915年に映画チャップリンのカルメンに出演しているが、1910年にシカゴのバーレスクについて、ほとんどはワイザツでたくさんの女たちが出てくるコメディだったと述べている。20世紀初頭までには、全国を回るバーレスクショーの巡業ネットワークが2種類できたほか、 ウィンターガーデンのミンスキーズをはじめとして、ニューヨークなどには常時営業する一座があった。バーレスク劇場のアッケピロゲな雰囲気に大きく貢献していたのが自由に酒を飲める環境であり、禁酒法志向は大打撃であった。この時期に人気のあったバーレスク賞は結局ストリップティーズが多くを占めるものへと発達し、1920年代半ばにはバーレスクは完全に脱衣中心になった。 最初は若い女性たちが歌ったり踊ったりして美しい風彩を見せるものであり、あまり動きがない場合は豪華な舞台衣装で見栄えを補っていた。エキゾティックでベリーダンスに似た空地ダンスが持ち込まれ、シリアが起源だという触れ込みで宣伝が行われた。そのうち、ストリッパーがだんだん歌や踊りを披露するパフォーマーにとって変わるようになり、1932年までには、 アメリカ合衆国中で少なくとも150人、ストリップティーズを売り物とするスターがいた。伝統的なバーレスクからストリップティーズへの移行の様子は1968年の映画ザ・ナイト・ゼイ、レイ・デ・ド・ミンスキー・エスなどでも取り上げられている。ディリセイントシア。1930年代頃のアメリカには、スターとして名声を博すバーレスクパフォーマーが多数いた。ジップシー・ローズリーは、 この頃のバーレスク開催大のスターの一人であり、服を脱ぐばかりではなく、気の利いた話や観客とのやりとりなども高く評価され、ミンスキーズにも出演した。羽のついた扇で体を隠しながら踊るファンダンスや、バブルダンスで有名なサリーランドは1933年のシカゴ・バンコク博覧会にも出演して、ファンダンスを披露し、大きな話題になった。ゾリータはスキャンダラスで、 個性的な演目を得意とし、ボアコンストリクターと一緒に舞台に出るショーで有名であった。スターの一人であるアンコリオは、平均的なストリッパーの給与が週に60ドル程度であった1932年頃に、週に5000ドルを稼ぎ出していたという。1940年代には小道具を使った手の、ダショーが、売り物のリリセイントシアがカナダで活躍し、 モントリオールで最も有名な女性と呼ばれるほどの名声を博した。1930年代の末期には、バーレスクショーに対して厳しく、社会的な取り締まりが行われるようになり、だんだん衰退していった。徐々に、ショーはアンサンブルで行う挨拶なバラエティショーから、ほとんどストリップティーズだけを行う単純なパフォーマンスに変わっていった。ニューヨークでは、 フィオレラ・ラガーディア市長がバーレスクを規制し、1940年代初頭までには、実質的に営業ができない状態に追い込んだ。バーレスクは、北米の他の地域ではしばらく延命したが、だんだんと存在感を失い、1970年代までには、舞台でのヌードが普通になったこともあり、アメリカンバーレスクは、最終的にみすぼらしい終焉に向かうこととなった。目かけは天使じゃないで、 バーレスクショーを披露する、メイウエストバーレスクショーの人気が衰えてきた頃、幅広い観客がパフォーマンスを見て、楽しめるよう、映画が、アメリカンバーレスクの心意気を伝える試みを始めた。バーレスク映画の多くは、単にパフォーマーがショーをしているところを撮るだけで、しっかりした筋立てのある映画は多くはないものの、そうした作品もないわけではない。例えば、目かけは天使じゃないは、筋のある映画だが、 作中で、メイウエストが、バーレスクショーを披露する。1943年の、バーレスクの貴婦人は、バーバラ・スタンウィックが主演で、殺人ミステリーである一方、上映時間の大部分が、バーレスクパフォーマーの舞台裏での様子を描いている。映画、バーレスクの貴婦人で、バーレスクパフォーマーを演じるマリオン・マーティンと、クロリア・ディクソン筋立てがなくてもよかったため、 既存の映像を再編集したりパッケージを変えたりし、タイトルも新しくしてほとんど手間をかけずに作品を作ることが可能だったので、エクスプロイテーション映画のプロデューサーや配給元はバーレスク映画を作るようになった。1950年代のデータの中にはバーレスク映画を作るにあたり、スタジオが5万ドル以上かけていたということを示すものもあるが、エクスプロイテーション映画を実際に作っていた。 ダンソニーによると、早取りで1日以下で撮れるものすらあったため、ほとんどは1万5千ドルくらいしかかからなかったという。1946年のハリウッドレベルズは、バーレスクをそのまま撮って組み込んだ、最初期のハリウッド映画であると考えられている。その後、他のハリウッド映画のプロデューサーもバーレスク映画に進出し、カラー映像やロケーション撮影も行うようになった。 ノーティー・ニュー・オーリンズはバーレスク賞を映像に収めた、そのような作品の例で、女性たちもジョークも均等に登場させているが、会場はバーレスクハウスの舞台から人気のあるナイトクラブに変わる。メディアを再生するティーズラマに収録されているテンペスト・ストームの賞。写真家のアービング・クロは、主にピンナップのスターであるベティ・ページや、その後テレビのスターになるジョーイー・ロスなど様々な、 くたけた芸風のコメディアンが登場する一連のバーレスク映画を作っている。ページが出演している有名な映画としては、ストリッポラマ、バラエティーズ、ティーズラマが挙げられる。こうしたバーレスク映画では、当時の基準からすると自由な性表現が行われており、女性が自分のセクシュアリティをオープンに表現できるようにすることで、人々が女性について持っていた。 固定観念を揺さぶる機能を果たした。1950年代に入ると、すでにバーレスクは過去の娯楽だと考えられるようになっていた。バーレスクによく出演していたコメディアンのフィル・シルバースは、アリシヒのバーレスクを懐かしむミュージカル演目であるトップバナナを1951年に作っている。ザ・ナイト・ゼイ・レイ・デ・ド・ミンスキー・エスは古典的なアメリカンバーレスクを描いた映画作品である。 ダーティマティーニ2009年にニューヨークで開催されたハウルフェスティバルにて古典的なアメリカンバーレスクのグラマラスなショーにノスタルジアを感じバーレスクを復活させようとする動きが20世紀末に始まったこうしたリバイバルの動きついては1990年代半ばにビリー・マドリーなどがニューヨークで始めた一方別個にロサンゼルスでミシェル・カーによるバーレスク集団 ベルベット・ハンマー・バーレスクが始めたと考えられている。この動きは、サリーランド、テンペスト・ストーム、ジプシー、ローズリー、リリセイン・トシアのようなかつてのスターからの影響を受けており、ディタ・フォンティースやジュリー・アトラス・マズ、ダーティ、マティーニなどが代表的なパフォーマーとして挙げられる。2008年にニューヨーク・タイムズは、バーレスクが街のパフォーマンスシーンに戻ってきたと報じた。 ラスベガスで行われるバーレスクホールオブフェーム、ウィークエンドをはじめとして、様々なバーレスクフェスティバルが各地で行われている。今日のバーレスクは、様々な形をとるショーであるが、しばしば過去のバーレスクレジェンドたちを再現、検証したりするという共通点があり、普通は、ストリップティーズが中心で、贅沢でキラキラした、コスチューム、炎症ユーモア、キャバレー、コメディー、 バラエティショー風の芸などをしばしば取り入れている。ニューバーレスクは過去のショーを検証することが多いが、伝統的なバーレスクによくあるパロディや政治風刺の要素については踏襲しないものも多く存在する。2010年にクリスティーナ・アギレラとシェール主演で作られた映画バーレスクはこのようなバーレスクリバイバルを背景に登場した作品であった。しかしながら、 レビューは賛否両論であり、映画サイトロッテントマトズでは37%のスコアである。ニューヨークタイムズの批評によると、映画バーレスクは、盗作的なくらいおとなしい内容で1990年代、初頭から復興したニューバーレスクとはあまり似ておらず、物語も古臭いと指摘している。ありがとうございます。